試し引き。はい、こんにちは。ということで今日も旅し引きということですね。実はですね、フランスに来ております。やってこないんですけど、実はね、フランスのギターを、輸入代理されてるルチエさんっていうね、代理店のところにお邪魔しているんですね。じゃあね、もう早速お部屋ね、入っていきましょうかね。はい、こちらがギタールームになってますんで、お願いしましょう。よろしくお願いします。ああ、いらっしゃった。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ということで、ランボーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、フランスの、フランスからようこそ。そう、フランスから来ました。もうあれですか、日本に来られてどのぐらいなんですか？ほぼ27年です、ね。あ、じゃあもう日本人ですね。まあ、自分の人生の半分が、はい、日本なので、半々ぐらいに。ハーフと言えるかなと思います。なるほど。ということで今日はですね、こちらルチエさんにお邪魔して、もうこのギターがね、ずらーっとあるわけなんですけど、いろいろちょっと。はい、教えていただくこと、この前横浜でね、はい、お知り合いになってつないでいただいたんですけど、今日は呼んでいただいていろいろ試してみたいと思うんですけども、ちょっといろいろこのルチエさんお伺いしたいことありまして、なんでまたこう、日本でこのギターというかそういったものをやろうってこと。実は日本の市場っていうのはたくさんのブランドがございますけども、すごく豊富のブランドが立派ですけども、フランス製のギターが、あまりにも少ないので。そうですよね。ぜひ皆さんにご紹介したいと。そうですよね。いっぱいブランド日本ありますけど、楽器屋さんもいっぱいですよね。はい、フランスに比べるとだいぶ数多いですよね。はい、うん、そうですね。なのにもかかわらずフランスのブランドがほとんどない。ほとんどないので、気づいてやっぱり何とかしないといけないかなと。ああ、それが何年ぐらい前かに？5年前ぐらいです、ね。ああ、じゃあそのタイミングでフランスから持ってこようみたいな。そうですね。なるほどなるほど。フランスのギターと日本のギターってちょっと特色が違うと思うんですけど、日本だと割とかっちり作るとか、ちょっと生真面目なところがあったりするかもしれないですけど、フランスのギターってどんな感じのギターなんですか？フランスのギターは割とデザイン性が高いなと思っていまして、オリジナリティを結構入れてる気がします。特徴が多い。確かに確かに、こうパッと見る限りこうちょっとアートな感じがでも上品なね感じがするんですよね。この辺りね、ちょっと今日はググッと深掘りできたらなと思うんですけども、でこのブランドですよ。これ何て読むんですか？マルソーギター。マルソーギター。いろいろね、フランスにも数あれどメーカーは、このマルソーギターってどういうブランドなんですか？マルソーギターっていうのは、設立したトム・マルソーさん、によって、ギター職人ですけれども、パリから300キロ、北部、のベトンシーという、小さな町で工房を持っております。マルソーギターって結構ポピュラーなんですか、フランスの中で？今はすごくやっぱり人気が集まっているブランドですね。やはりある程度たくさんのギターを作れる体制揃っていますので、たくさんの、国内でもどこ行ってももうマルソーギターが、見えてきたと。あ、なるほど。割とじゃあ工場も大きい工場があって、はい、そうですね。いろんなブランドのちょっと OEM も引き受けたりとか。
そうですね、海外の OEM に例えばフィニッシュのお願いが、はいはいはい、あるとこもありますね。あ、じゃあ信頼のあるブランドっていう感じだね、はい、うん、でそこで作られてるギターっていうことで結構ねいろんなアイディアがあると思うんですけど、ちょっとじゃあ一個ずつちょっと、ね、まあまあこれね目引くんですけど、これなんていうモデルですか？イニシャルというモデルです、まあ、いわゆるテレキャスターですけど、これ、はい、だいぶモダンな感じしますね。確かにもともとテレキャスターのボディを使っていますけれども、うん、いろいろデザインを変えたりとかですよね。だって70年前の、まあ、ギターを元にこうかなり今っぽくなってるんじゃないかなと思いますけど、ピックガードが今消えてます。そうですよね、はい、うん、なんかすっきりしている形でこう、うん、なんか触ると気持ちいいっていう、うん、なんか綺麗な感じ、はい、うん、でこれがまあシングルコイルで、まあ、一般的なね、はい、うん、モデルで、こっちがこうホロで、ホロボディとあとハンバーカー2つついてまして、はあはあはあ、でトップがこうフレームメーブルになってますけど、裏はこれアッシュですかね。アッシュですね。アッシュですね、うん、なるほど。でちょっとこうガズッとはい、ロックなモデルもあって、これなんていうモデルですか？このモデルはルーズタブル。ルーズタブル、ちょっと発音が怪しいですけど、ルーズタブルっていう感じ、はい、これもね、ちょっとヘビーなサウンドがしそうな、これかなりグッド、何フレットだ？あのうちに24フレットですね。やっぱりメタルとか、うん、そういったロック、うん、向いてるギターですね。なるほど。で特にそのピックアップは、まあ、全部マルソさんはハンドメイドなので。あ、そうなんですね。もうオールメイドインフランス。そうですね。あ、なるほど。でこっちはなんていうモデルですか？ファシナント。ファシナント。ファシナントが感動的。感動的。はい、ロックタブの方が恐怖を与える。恐怖を与える。あ、こっちの方が怖いやつですね。はい、あ、なるほどなるほど。じゃそれぞれちょっとまた違うんですけど、これはね、あの、アーム、まあトレムロがついてて、まあ、いわゆるコンポーネント系のストラトっていう感じがしますけど、はい、でこれ全然また違うんですけど、はい、これどういうことですか？こっちの方がもともとノルウェーのアーティストが、はいはいはい、欲しかったモデルは、うん、マルソーがシグネチャーモデルとして、はいはい、発表したモデルです。これトーラーさん。トーラーです ね、この女性のことなんですかね。はい、うん、こちらの方のシグネチャーとまた全然違うけど、まあ、もともとテレカスターですけど、あっちもいろんなこうイノベーションを入れている、うんうん、なるほど。じゃあこのあたり試させていただいてもよろしいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでかっこいいですね。これが何でしたっけ？イニシャルというイニシャルですね。イニシャル、モダンな令和のテレって感じがします。テレカスターベースですけど、あのピックワードを外して、うんうんうん、使いイノベーションを入れています。お、これ3キロぐらいですよね。そうですね、うん、でこれいろいろこう秘密が、はい、あると。これネックなんですけど、ネック中なんか入ってるんですよね。もちろんロードが入ってます、うん、トランスロードが入ってて、さらにあのカーボン、ね、カーボンのバーも入ってますので、うん、こうあの光しているだから割とね薄くはないけどほっそりはしているので、うん、なのでまあそういったものがあった方がかなり安心感はあるんじゃないかなと思いますね。あの塗装の感じがすごくあのいいですね。ちょっとサテンというかちょっとサラサラした感じでかなり薄い。これラッカーですか？ラッカーですね。ラッカーですよね。へえ。でここね。ここにゾラスロッドどこなんだっていう話なんですけど、ここにあるんですって。ここパコッとこうやると見えますかね？こう置くんですか？これ外してあのホイールナットみたいなのが入ってる、ね、はい、その中に入ってます。うん、でここもでしたっけ？これもねなんかおお、ここなってるとこれいいですね。やっぱりあの調整するときには、うん、簡単に外せるので磁石になってるって、そういうまあアイデアがあって、かなり非常にスマートになってる。ちょっと音聞いてみましょうか。じゃあね、はいはい、じゃあ、はい、フロントピックアップで弾いてみますけども、まあ、非常に素直ですね素直な。ちょっとリアはどんな感じかな。すごいピュアな音しますね。このミチャっていう感じのこのテレの音しますね。
な感じというか、うん、割とこうモダンな感じ、もうそのままですね、見た目そのままの音が、うん、やっぱこの6点なんでより綺麗な音はしますね、はい、うん、ヴィンテージというやっぱりモダンな思った通りの予想を裏切らない音ですかね、うん、これは非常に使いやすいんじゃないですか、うん、パキッと出る感じ。じゃあもう一個の方、はい、ね、行ってみましょうか。イニシャルのホロボディバージョンです、はい、うん、これちょっと気になってたんですよね。すごくこう持った瞬間からこうなんかね、バランスよくて、ね、これ生音だけでも気持ちいい、うん、じゃあちょっとフロントでジャランと、非常に柔らかい、なんかモコっとした感じというより、なんかシングルコイルかなっていうぐらいのキラッとした感じがあって、これはこれで全然使いやすいですね、うん、なんかジャズなイメージがあったからすごくなんかこうファットなものがついてるのかなと思ったけど、全然そういうこともないですね。ちょっとカッティングとか良さそう。なるほど、これはお気に入りかもしれないですね。次のモデルはカシノンと、うん、はい、これずっしりだいぶずっすあるぞって、はい、これ4キロぐらいかな、なんかこの3キロ 3.8? あ、3.8、はい、レスポールとかでこのぐらいの重さだとあれだけど、このシェイプで持つとちょっと重く感じるけど、うん、うん、まあまあまあちょっとこれでクリーンでね、弾いておきましょう。このやっぱり重さがあるから、このプリンのシングルコイルサウンドでもスパーンとこうコンプかけてるかのような、これちょっとフローティングした方がいいけど、それぞれクリーン状態で弾いておきますか。リア、あ、これはまあパワフルだには、こんな感じです、うん、ネックの感じはね、さっきとほぼほぼ一緒ですかね、形はそうですね、うん、C シェイプで同じです、うん、あんまか思った感じ、まあ、ちょっと弾いてみて思ったのはちょっとだけ幅広く感じるかもしれない、うん、多分ちょっと薄さがあるからでしょうね、うん、あ、非常にこう手に収まりやすいのは収まりやすい、
なんかこうアクセスはめちゃめちゃいいですよ、ね、ハイブレッド、はい、これ22かですよね、うん、もう全然指余るぐらいいけますね、これは簡単。なるほど、まあじゃあこれちょっとグッと歪ませてこんな感じでしょうか。だいぶ伸びる。こういうリードプレイにはすごい合いそうですよね、はい、うん、ズダーンってくる。でもね、あっちの方がもっと歪みそうな、はい、気がするんですね。もうこれちょっとあれでしょ、怖い名前がついてる。はい、ちょっと恐怖を与える恐怖な名前ですけど。でもね、こっちの方がね、ちょっと軽いですね。うん。はい。なんか一体感があって、こっち僕好きですね。なんか持った感じの話ですけど、ちょっと同じセッティングでガンガン歪ましながら。ちょっと違って、違いますよね。出力が大きい P8 という持っています。先のギターとちょっと、すっごいハーモニックスが出ます。こう、なんか同じセッティングと思えないぐらい。すっごい出ますね。あんまりこういうギター弾いたことないかも、はい、うん、すごくリードトーンも魅力的だし、刻みもズンズンもいい音します、これ好きです。僕そうですね、うん、結構人気がありまして、うん、軽いし、うん、2.8 だっけですね。うん、なんかあのステージでも大暴れできそうな、はい、ありがとうございます。で最後、ノルウェーのアーティストがね、まあ、トラさん、シネチューモデルになってるトラ。トラさんって言うとね、エレガントという名前です、ね。はいはいはい、はい、なんかトラさんって言うとなんか日本人的にはすごい馴染みがあるんです。似てますね。違う。違いますね。確かに。はい、これはすごいですよ。ほら、ね、このネックすごいな。はい、これでじゃあフロントでまずね。非常にしっかりした音出ますね。ブルブルがすごいな、うん、これはちょっとネックシェイプ若干違うのかな。なんかすごいトラがすごいから、あのそう見えてるだけかもしれないですけど、うんうん、ちょっと厚みあるかもしれない。あ、うん、ファットに非常にいいですよ。でこれ4つなんですね。そうですね、ね、通常の3ポジションよりも1つ増やして、うん、あのシリーズで、つなげるようにします。じゃあこれシリーズかな。うん、これも使いどころありそうですね、今のね、うん、でこれがうんですね。でリア
かり、うん、なんか音像が見えやすい感じ。歪むとやっぱテレらしくね、ニョンとしたところトゥワンギな、このネックジョイントがね、面白い。うん、あんまりこうなかったタイプ、こう丸い、うん、うん、これ、うん、ヘリーレリックというフィニッシュがありますので、うん、はい、またね、この辺り、もう本当むき出しですね、ヘリーレリック。そうですね、なるほど、うん、フロントでもいいです。あ、こっち気持ちいいな。音が大きい、なんかこう、バーンってこう音像が大きい。ありがとうございます。いろいろ、はい、うん、普通の感じとまたちょっとね違いました。うん、うん、特色があって面白かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いろいろ聞かせていただきましたけども、こちらのマルソーギター、これはどこで買えるんですか？実はまだお店に置いてないので、はいはい、ホームページにてお問い合わせいただいて、うん、はい、で、まあ、スタンダードモデルとカスタムモデルで分かれているんですけども、うん、スタンダードモデルでもいろんなオプション、好きなギターが作ることができるので、あ、なるほど、ぜひご相談ください。じゃあここベースに例えばボディはちょっと色変えたいなとか、はい、うん、パーツをこれにしたいなとかいろいろできるわけですね。そうですね、はい、自分の好きなピックアップも選ぶこともできますし、うん、じゃあこのマルソギター気になった方はぜひお問い合わせいただいてお題いただくのがいいんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、ということで今後のマルソギターに期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。